紀元前400年頃、古代ギリシャの医師ヒポクラテスは発熱や炎症の治療に柳の樹皮を利用していた。柳にはなぜかわからないが、熱や痛みを取り去る効果がある。遠く離れた古代中国でも歯の痛みに柳の枝を利用していたと言われている。それから2000年ほど経ち、ようやくこの柳に含まれる成分はサリシンという物質であることが分かった。こんにちは。冒頭で紹介したサリシンですが、これを元に作られたアセチルサリチル酸、通称アスピリンは消炎鎮痛薬として今でも世界中で利用されています。バファリン知ってますよね。現在では同様の働きを持つ薬物が多く開発され、それらは NSAIDs と呼ばれています。例えばロキソニンなどもそうです。これらの物質はどういう仕組みで痛みや熱を取り除いてくれるのでしょうか。どんな種類があってどんな副作用があるのでしょうか。古代人は知りませんでしたが、幸運にも現代人である私たちはこの秘密を勉強することができます。というわけで、今回は NSAIDs についてこのようなメニューで見ていきたいと思います。 NSAIDs とは、 NSAIDs の作用機序、アスピリンとアセトアミノフェン、 NSAIDs の副作用。ではいきましょう。NSAIDsは抗炎症薬に分類され、炎症を抑えて痛みや熱を軽くしてくれる薬です。頭痛薬や風邪薬、打ち身、捻挫の湿布薬などとして日常生活でも使用しますし、痛風や関節リウマチなどの炎症が関わる疾患でも広く利用されるとてもメジャーな薬です。 NSAIDsに加えて炎症を抑える薬には超有名なものがありますよね。そうです、副腎皮質ステロイド薬です。実は NSAIDs の正式名称は Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs、 日本語で言うと非ステロイド性抗炎症薬、つまりステロイドではない炎症を抑える薬という意味になります。さて、ここまで NSAIDs と言ってきましたが、これはあくまでカテゴリー名であって、 NSAIDs という名前の薬があるわけではありません。NSAIDsに分類される薬にはいろんな種類があります。例えば冒頭のバファリンはアセチルサリチル酸、通称アスピリンという物質でした。ロキソニンはロキソプロフェンという物質です。他にもイブプロフェンやインドメタシンといった物質も NSAIDsに分類されます。どれも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。これらはかなりメジャーな NSAIDsで酷使に出る可能性も高いので、しっかり覚えておきましょう。さて、抗炎症薬である NSAIDsと副腎皮質ステロイド薬は体内である物質を減らすことによって炎症を抑えています。ヒポクラテスが発熱や炎症に対して経験的に柳の樹皮を使ってから2000年以上経った現代では、その詳細が明らかになっています。その仕組みを一緒に見ていきましょう。そもそもなんで炎症が起きるのか覚えているでしょうか。前回の動画で詳しく解説したのですが、炎症反応は炎症性メディエーターという物質によって引き起こされます。その中でもプロスタグランジンという物質は炎症の初期に働く重要なメディエーターで、中枢神経では発熱を起こす作用もありました。逆に言うと、この物質を阻害すれば炎症や発熱を抑えることができますよね。そうです、 NSAIDsも副腎皮質ステロイド薬もこのプロスタグランジンの合成を減少させることで炎症を抑えていたんです。でも一体どうやって減少させているのか、ここが NSAIDsの作用機序です。実はプロスタグランジンは細胞膜を材料にアラキドン酸カスケードという合成経路によって生成されます。 NSAIDsはこの部分、シクロオキシゲナーゼという酵素を阻害するので、結果的にプロスタグランジンが産生されなくなり、炎症や痛み、発熱などがブロックされるというわけです。これが古代の人が知らなかった NSAIDsの作用機序です。ちなみに副腎皮質ステロイド薬はもっと根本のここホスホリパーゼという酵素を阻害する作用を持っているので、 NSAIDsよりも強力な抗炎症作用を持っています。もちろんその分副作用も多くなります。さて、まとめましょう。
NSAIDs はアラキドン酸カスケードにおいてシクロオキシゲナーゼという酵素を阻害し、プロスタグランジンの生成を減少させることで炎症発熱を抑えます。はい、 NSAIDs の作用基準理解できたでしょうか。さてここで NSAIDs について押さえておきたい大事なことを2つ解説しますね。大事なことその1、 NSAIDs の中でもアスピリンは使う量によって効果が変わるというちょっと不思議な性質を持っています。なんと少しだけ使うと血液中を流れる血小板の凝集を抑制して血栓の生成を阻害する抗血小板作用を発揮します。そのため血栓ができることで発症する脳梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の予防として使用されたりします。実を言うと他の NSAIDs にも抗血小板作用はあるのですが、アスピリンはその中でも薬として使えるほどの抗血小板作用を持っているというわけです。そして使う量を増やしていくと NSAIDs としての解熱鎮痛作用が出てきます。アスピリンのこのような性質はかなり酷使にも問われやすいです。このような感じで出題されています。試しに解いてみましょう。アスピリンは抗炎症作用を持つとともに、少量で使用すると抗血小板作用を発揮するんでしたね。これが正解です。ヘパリンはアスピリンと同じく血栓の生成を抑制する薬ですが、抗血小板作用ではなく抗凝固作用です。それに抗炎症作用はありません。アルブミンは血小タンパク質です。どっちの作用もありません。ワルファリンもヘパリンと同じく抗凝固薬なので、抗血小板作用も抗炎症作用もありません。さて大事なことその2です。 NSAIDs と同じく解熱効果を持つ薬にアセトアミノフェンという薬があります。カロナールとか聞いたことありませんか？実はアセトアミノフェンは主に中枢神経で作用するので、解熱作用がメインで抗炎症作用はほとんどありません。そのため一般的には NSAIDs にカウントされないんです。混同しないように気をつけましょう。結構大事なことなんですが、小児の解熱には NSAIDs ではなくこのアセトアミノフェンを使用します。なぜか。実はインフルエンザウイルスや水痘ウイルスに感染し発熱した小児にアスピリンをはじめとする NSAIDs を投与すると、雷症候群といって重篤な脳症を生じる場合があります。そのためその心配がないアセトアミノフェンを用います。これは臨床ではとても重要なので押さえておきましょう。例えば小児用のバファリンではちゃんとアセトアミノフェンが主成分になってます。はい、まとめます。大事なポイント1、 NSAIDs の中でもアスピリンは少量で使用すると抗血小板薬になるという性質を持ちます。そのため血栓による虚血性心疾患の予防などを目的に使用されます。大事なポイント2、解熱作用を持つ薬物としてアセトアミノフェンがあります。アセトアミノフェンには抗炎症作用がほとんどなく NSAIDs に含まれません。小児の解熱ではアセトアミノフェンを使用します。さて解熱鎮痛という人類にとって夢のような作用を発揮してくれる NSAIDs、 古代から使用されてきたこの薬ですが、当然副作用もあります。ここからは主な副作用を確認していきましょう。ここでは主な副作用を4つ紹介します。最もよく起きる重要な副作用は消化性潰瘍です。 NSAIDs はピロリ菌とともに消化性潰瘍の2大因子とまで言われているんですよね。しかしなぜ NSAIDs の使用で消化性潰瘍が起きるんでしょうか。ヒントはプロスタグランジンの働きにあります。実はプロスタグランジンのお仕事は炎症を引き起こすだけではなく、胃酸の抑制や胃粘液の分泌を促進して
胃自身が自己消化されるのを防いでくれています。そのためNSAIDsでプロスタグランジンの産生を抑制しすぎると胃酸過多になり、その結果消化性潰瘍が生じやすくなる、こういうことだったんです。NSAIDsは何か食べてから飲んだ方がいいと言われる理由がよくわかりましたね。普段よく使う薬なだけに気をつけたい副作用です。ちなみに胃でのプロスタグランジンは減らさずに、炎症部位での合成だけを減らす薬が開発されています。セレコキシブという NSAIDsはこの厄介な副作用を出にくくした薬です。合わせて覚えておきましょう。2、腎障害。2つ目は腎障害です。実はプロスタグランジンには他にも腎臓の血管を拡張させて腎血流量を維持するという役割もあります。そういえば炎症の時も血管を拡張させてましたよね。NSAIDsでプロスタグランジンの産生を抑制しすぎると、腎臓を流れる血液が減少し、尿の生成機能が低下する腎障害を起こすことがあります。尿量が減少すると体内に水分が貯留して浮腫や高血圧を生じます。特に腎機能障害のある患者さんに投与すると急性腎不全を起こすことがあるので注意が必要です。3、出血傾向。3つ目は出血傾向です。さっきアスピリンをはじめとする NSAIDsには血小板の凝集を抑制して血栓の生成を阻害する抗血小板作用があるということを説明しました。この作用は裏を返すと血が固まりにくくなり出血傾向となるリスクがあるとも言えます。特に血栓予防のためにワルファリンを服用している人はNSAIDsを使ってはいけません。ワルファリンには抗凝固作用が、NSAIDsには抗血小板作用があるので併用することで出血傾向がさらに強くなって脳出血などを起こす恐れがあります。風邪薬や頭痛薬には NSAIDsが含まれているので要注意です。4、アスピリン喘息。最後にアスピリン喘息という副作用を紹介します。アスピリン喘息にはプロスタグランジンと同じ材料から作られるロイコトリエンという物質が関係しています。 NSAIDsを使用してシクロオキシゲナーゼを阻害するとプロスタグランジンの合成が減って余った材料でロイコトリエンがたくさん作られてしまうんです。この物質の作用の一つに気管支収縮作用があるので、喘息の患者さんが NSAIDsを服用すると喘息発作を起こすことがあります。これをアスピリン喘息と呼んでいるんです。ただこれ見てわかる通りアスピリンだけでなく NSAIDs 全般で起きるので、正確には NSAIDs 過敏喘息と呼ばれます。アスピリン喘息は昔ながらの呼び方なので注意しましょう。はい、副作用4つ見てきました。ここまでの内容に関連する国試問題があるので1問解いてみましょう。どうでしょうか、解けましたか。まずはインドメタシンは NSAIDs だなと思うところがスタートです。 NSAIDs の禁忌、つまりどういう時に使っちゃいけないのかを考えます。 NSAIDs の副作用には消化性潰瘍がありましたよね。症状を悪化させるので選択肢3が禁忌となります。痛風や膀胱炎、関節リウマチは全て炎症性疾患なので禁忌というよりむしろ適応ですね。このように副作用の中でも消化性潰瘍は特に狙われます。気をつけましょう。はい、 NSAIDsについてだいたい理解できたでしょうか。理解できたよって人は高評価とチャンネル登録お願いします。最後に大事なまとめテストをやって終わりましょう。これをやると記憶が定着しやすくなります。抗炎症薬は炎症や発熱を抑える作用を持ちます。抗炎症薬には主に NSAIDs と副腎皮質ステロイド薬があります。 NSAIDs は炎症性メディエーターであるプロスタグランジンの生成を阻害することで抗炎症作用を発揮します。主な NSAIDs には
アスピリン、ロキソプロフェン、イブプロフェン、インドメタシンなどがあります。アスピリンは抗炎症作用だけでなく、少量で使用すると抗血小板薬になるという特徴があります。 NSAIDs のように抗炎症作用はないが、解熱作用を持つ薬物としてアセトアミノフェンがあります。 NSAIDs の主な副作用として消化性潰瘍や腎障害、出血傾向、アスピリン喘息などがあります。全部解けましたか？ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。